皆さんこんにちは。今回もマリオカート、やっていきますよ。はい、スタートダッシュ決めるよ。うん。はい、ここ。うん。はい、スタート。今回のコースは、ワリオスタジアムですね。特別得意なコースでもないですが苦手でもない、そんなコースです。いい順位を取れるよう、頑張っていきましょう。さて今回は、とある有能アプリを宣伝していきたいと思いますよ。案件というわけではなく、私の意見をふんだんに交えた、いいアプリをご紹介したいと思います。そのアプリの名前はこちら、じゃじゃん、ウェザーニュースというアプリです。皆さんご存知でしょうか？なんと、天気予報を見ることができるアプリとなっています。GPS か何かで現在地を見つけ出し、その地区の天気予報を、1時間単位で、何ミリ雨が降るとかも、知らせてくれる優れものとなっています。今日はこのアプリのすごいところについて、ダイレクトマーケティングをしていきますよ。私割とこのアプリをひいきにしていまして、下に一言コメントが書いてあるのですが、そこを見て思った一幕を、喋っていきたいと思います。その日の天気は、1時間ごとのやつがすべて、曇りとなっており、晴れや雨のマークは、一つもありませんでした。その日のコメントが、次の通りとなってました。雲の隙間から、日差しが届きます。にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると安心、だそうです。見ようで矛盾してんじゃねえよマジで。晴れるのか雨が降るのか、はっきりせや。雨が降るのなら、マークで示せや。何を予防線張りまくっとんねん。曇りマークにして雲の隙間から日差しが届くけど雨が降るよは、なんでもありじゃねえか。私がやっても当たるわそんなもん。これで的中率 90% 以上とか言われても、困ってしまいますね。その天気予報だけ言ってれば、100% で当たるやんけ。あとは、先日台風が本州を横断した日があったと思いますが、前の日に見た時は、1日中雨1ミリとか2ミリとか書いていて、ほんとかよと思って朝起きて、過ぎた分の天気を見たら、20ミリとか書いてあったわ。どうなっとんねんマジで。というわけでこの有料アプリ、皆さんもダウンロードしてみてね。よく当たる天気予報アプリがあったら、ぜひ教えてくださいませ。まあ、昔見てたテレビの天気予報とかはもっと当たるような気がしてたんですが、降水確率という概念がないと、割とこういうものなのかもしれないですね。というわけで、今回はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。